はい、こんにちは、ぐっさんです。いや、皆さん久しぶりですね。実はですね、ずっと体調を崩してまして、なかなかね動画の撮影ができませんでした。申し訳ないです。で、今回はねカマキリ採集、ハリガネムシ採集で、時期が12月の上旬です。いや、もうね朝とかかなり寒いんですけど、カマキリはいるんでしょうか。あれ、早速行ってみましょう。まずはねスタート地点周辺の草っぱらを探します。いや、草もねどんどん枯れてきてますよね。もう冬ですよ、冬。うわ、犬のクソだよ、でっけえな。おい、いないかな。いる気がしない。とりあえずあれですね、折り返し地点まで走ってみます。バッタの死骸発見しました。まだバッタは活動してるみたいですね。これ生きてますよ、ライダー。いや、12月でもいるもんですね。ちょっと捕まえてみたんですけど、動きが鈍いですね。寒いからな。カマキリの死骸発見しました。これハラビロカマキリのメスですね。いやー、死んでる、踏まれちゃってます。カマキリもまだ活動してますね。折り返し地点に到着しました。ハラビロカマキリのメスの死骸がありましたね。で、バッタの死骸がねちらほらとあって、で、生きてるのが1匹。もう昆虫の季節も終わりですね。これちょっとね、ネギの匂いが立ち込めてるんですよ。いや、関東の人間ってあんまりこういうね青い部分って食べないんですよね。いやすごい量。スタート地点戻ります。またイナゴ発見しました。こいつ生きてますね。でね、なんかね宝石のようなものを見つけたんですよ。これパチンコの玉か。これオオカマキリの死骸ですね。これ生きにはなかったんで、ここ数十分の間で引かれたんだと思います。またオオカマキリです。チキショー。またオオカマキリです。まだちょっと生きてるのかな、この個体は。いやスタート地点周辺のハリガネムシをねいっぱい見かけたポイントに来てます。もうなんだかね冬の風景ですよね。ここはいないかな。
もうダメだこれ。もうちょいこの辺うろうろしてみます。ハラビロカマキリのメスの死骸です。うん、これもあれかな、今日引かれちゃったのかな。これは原形とどめてないですけど、ハラビロカマキリの死骸ですね。結構探し回ったんですけど死骸ばっかりで、生きてる個体は見つけられませんでした。で日が沈むんでね、もう今日の採集はこれで終わりにします。今日はね、一旦家に帰ってから友達とラーメンを食べてきました。やっぱりね、寒い時期はね、あったかいラーメンですよね。あんまりね、季節に関係なく食べてますけど、いやね、やっぱりね、健康っていいですよね。病床に伏せってると、健康がいかに大切かってことがよくわかります。で、今回12月の上旬のカマキリ採集では、生きてるカマキリが一匹も見つかりませんでした。ただね、死骸、ちょっと前まで生きてたであろう死骸がいくつも発見できたので、諦めずにね、また採集に行くつもりです。今日はね、約50キロ走りましたね。いや、病み上がりでちょっときつかったんですけど、以前はね、100キロとか走れたんですよね。体がなまってるっていうか、ケツが痛いんですよね。ケツ、股の皮膚がすりむけてる感じですよ。まあね、これもしばらくすると慣れてくるんですよね。次回もね、またチャリンコで採集に行きます。そういえばね、10月のいつだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、以前捕まえてきた怪我したカマキリ、ケガマキリなんですけど、前回の動画の後、11月の上旬にね、死んでしまったんですよね。あれこれ餌を与えてみたんですけど、長生きはできませんでした。やっぱりね、口がうまく動かないってのは致命的だったと思います。非常に残念です。でもね、大怪我を負ってでもね、精一杯生きようとしてたケガマキリを見てたらね、たとえ怪我や病気に規則されて不自由を感じてもね、めげちゃいけないなってそう思いました。で、ハリガネムシなんですけど、このハリガネムシね、つい先日動かなくなっちゃったんですよね。これから腐食が始まると思います。このハリガネムシの相方を連れてきたかったんですけど、ダメでした。いや、干からびる寸前からさ、不死鳥のように蘇ったハリガネムシだったんですけど、老いには抗えなかったようです。ああ、そういえば今回見つけた死骸のそばにね、ハリガネムシは一匹もいませんでしたね。ハリガネムシのシーズンももう終わりなんでしょうか。いや、12月に昆虫採集とか、まさかこんな時期までやるとは思いませんでした。幼虫の採集とかだったらわかるんですけどね、もしかしたらね、次回が今年のカマキリ採集の最終回になるかもしれないです。っていうか、もうすぐクリスマスですよ。クリスマス、メリークリスマンティスですよね。今回はこんなところですね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。あ、長い間ね、休んでて申し訳なかったです。すみませんでした。これからはね、普段通りに動画を投稿できるように心がけます。それでは皆さん、さようなら。